はい、はい、皆さんお久しぶりです。今日はねしっかりとセナナミルシアンで大活躍していきたいと思いますので、録画しかし開始開始地獄地獄地獄ピーマンとディオで、セットケイトリンか、天の声で出てきます。ピーマンな緑色やから、いやビビーマン、ヒピーマン、ピーマン、いや飛びすぎやろやばい、画面ちっちゃい、やべえ。わかる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 、さっきまで PC してたから。おい、通常攻撃打つの楽やろこれ。ピーマン、ピーマンまではわかる。どんな CS お前、その後のピーマンはわからん、ね、うるせえ、黙れ、喋んな。怖すぎ、やばい、体が軽い、体軽いよな、マジ。やーべえ、サモリフだとやべえな。何でもできる気するからな。もう中忍試験第9巻のロックリーやな、これ。やばいやばいやばい。一番わかりにくいやつ、これ。6問、8問解雇。一番わかりにくい。ブラシキャンしねえ。すいません、体が。ちょっともうめちゃめちゃいっとったレックスくんじゃ、くすくんじゃないわ、ビビない。もう、誰や。やかもしれない。大丈夫やで。今なくね、スキル。あ、またミスった。あ、俺まだ跳ねんかった。いやでも普通に体がだるおも、今日献血もしたしな、献血ってか採血か、疲れたな、血抜きすぎやで採血マジで。今日健康診断だったんですよ。一回無限採血炎入ったことあるわ。どういうこと？うん、え、なんか採するってこと？血の検査を、血液検査をしなきゃいけないのに、めっちゃ抜いたのに血液足らんって言われて。え？俺あれやったわ、あの注射打つ人が研修の人でめっちゃ失敗されたことある。え、それやば、えぐいてえやん。普通にあるで、たまに。だから俺も結構その侵入な、そうなんていうの、その、あ、研修生っぽいなって人おるやん、たまに。なんで研修生っぽいなって人おるやん、たまに。なんか2人でやってたりとか。うん、もう絶対そこに行かんように祈ってるもん、最近ってか、あの採血するとき。ラッシュと引いてるんだよな。あ、なんかモルガナいる。近いよ。フラッシュ来るかも。血管が薄い人とかは結構むずいらしいから、採血。へぇ。うわー、ブラックシールド上手ね。ウルトあるわ。俺なんもできんな。本当になんもできん。俺も死ぬな。逃げるわ。あるっす。あるっす。語りでも全然見えてませんでした。ありがとうございます。ごようさんです。ありがとうございます。もう、カタリナウルト切ったんかも知らんけど、とりあえずウルトの報告しとこう。ちょ、ワンチ倒せるかなと思ってた、ちょっと。めっちゃ考えれるだ。ミニマップ見れるし。脳のリソース、キャラコン使わんでいいからな。てかさ、俺なんかその身長もうちょっとだけ伸びんかなと思ってさ、なんかこの1週間ぐらいさ、ちょっと頑張っとったんや、ストレッチとかめっちゃ。はい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 。そうだから、なんかちょ、筋肉痛エグいんよな、ガチで。全身バリ痛い。ストレッチするとな、結構痛なるよな。ストレッチとかそのなんか強制用の筋トレみたいなのとかあるやん、その。はい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 。体、そうそう、あれむちゃくちゃやってたから、マジで体中いて今これ。22やで。セトがな、強いよな。いや、降りてると思うな。いけるか。じわじわいきますか。前出るわ、俺。OK。ナイス、セトくん。俺は別にね。甘いんですよね。俺は君にダメージ与えないからね。そうなんですよ。君がスキルを使うだけで、君の横の ADC は
やられちゃいますよ。疲れてる？疲れてるよ。2回報告したろ。マジ強えな、ルシアン。ルシアンマジ一番強くね？うん、いやマジ強い。サモリフでも強いし、覇権やな今こいつ、このキャラ。サモリフじゃ全然使えんけどね。ちなみにやけど、別気にもおるやろ。うん？リーサルテンポールシアンガチガチ。うん、だってさ、スキル使うと A2 回あれたまんで、2ガチ。まだヒーラー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 。あ、オッケーオッケーオッケー。いやガチで強いで、やってみ。俺ハマってるもん今、リサルテンポールシアン。おすすめ、やってみようかな。やば、フルクリティカルしたらめっちゃ気持ちいいで、ポポ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 って出て、ね、ポンスカポン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 で、そうそう、ほんまにそんな感じ。やってみよう。え、それまさか動画のネタ、動画のネタちょうだいよ。ちょっとなんかないの、キャラクター。え、モノヌメなキャラクター、動画映えするような。それこそフル AP リサルテンポパルス。あるやな。AP バルスはちょっと楽しいよな。おもろいおもろい。あのキャラは。オーブ積んだ瞬間の火力が楽しすぎるマジで。ね。あん？あとは。あとは？何あれやろな。これロアだからちょっとダメージ高いから。あれ？あっちゃん勝てるかも。言うて他は全部普通やな。あとはリーサルテンポトリスタルぐらいしか思いつかん。あー、まあ、シンプルに楽しいやつね。うん。あ、だからトリちゃんバフ入ったんか。あ、トリちゃんバフ入ったならトリちゃんの動画撮ってあげようかな。うん。これありです。ハードキャリー DC、リーサルテンポ攻めはマジでハードキャリーできる説はある。うん。どのキャラでも。ナイス。これはまずい。うんだな。テレビに止めれるんじゃ。ナイス。うまっ、バブル。ちなみに個人的には一番熱いキャラはミッドラカン。出た。フルエピラカン。愛用してるわ。あれがマジで強え。あれがマジで強え。あれがマジで強え。ナダルおやん。いっちゃってる。似ててくさ。え、本人来た。一応ね。やめろ。やめろって。ご本人様登場やん。ミッド。ミッド行ったったぜ。ご本人様きついな。ナイス。こんぐらい何も考えずにプレイできねえかな。いやね。それな、こんぐらいもう体が勝手に動いてほしいわ。え、こんぐらいできたらさすがにプロなれるか。なれるんかな。何が本家なれそうじゃない。なれそうじゃない。でも こんだけできたら何も考えず、こんぐらいできて普通に練習ここから頑張ればってことね。そうこんぐらいできて、サモリフの知識をちゃんと、技術そのままで、このままでいけたらで、しっかり練習してリアルにそれになるまで、まあ、4年はかかりそうやな。シャボンディ諸島で会おうみたいになりそう。でも知識に関してはやっぱもうバチバチ入ってきてきちゃってんだよ。強くてニューゲームできるから、俺ちょっと人生2周目行ってきます。何言ってんだよな。おかしなってくれるやん。痛いって。うえ、このステップ。うっ、ちょっと、あ、危ない。あー、引っかかってる引っかかってる。落ち着け落ち着け落ち着け。あと1秒。落ち着け。ブリンク角度落ち着け。ねえ、もう1個ある、もう1個ある、もう1個ある。なんだ、ナイス、ナイス。声おー、いっけ。このゲーム1個だけ言っていい？あの、ムンドおったんや。いけ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 。
存在感出せお前。一番もうみんなこの今動画見てる多分君の言葉を代弁するよ。ムンドったんや。バブルうまっ。バブルうまっ。マジでマジでムンドったんややわこれ。ムンドったんやオブザイヤーを受賞するのはこいつやで多分。いやこんぐらいか距離感保うまく保てたらさ勝手に明治サポできんのにな。ムンドったんやオブザイヤー今日限りでくさ。マジでもし開催されたらね多分この人で受賞するよ。オブザデイにしとけそれ。この先絶対ないやろ。めったにないやろな、ほんまに。足りないですね。いや、思うよな、さすがに。さすがに思うて。この TP もわからんし。もうほんまただ、距離稼ぎたかった、もう歩くのだりーなの TP やん。でも、フミヤより、いる関与してるで。意味わからん、俺。なんでおらんかったん？いや、ほんまに、どこおったん、君。アリカさんこんばんは。これジャングルいない。ジャングルは一番おもろい。ジャングルいない。ジャングルおらんのが一番おもろいってそれ。取られた。もうやるしかないやんじゃんもう。普通にさもうさっきからあ待ってこれはやばい。誘導入れるわ。あ当たらんか。来ないかったね。あ。危な。ダブルキル。下でダブルキル。何無理か、やめよう。ちょっとテンション上がっちゃった。エンゲージ。ボットレーンのタワーが攻撃されている。めちゃくちゃ金持ってる二人でやられとるやん。何があったんガチで。ルネク最強だった。うん。金持ってなかったんかなと思ったらめちゃめちゃ金持ってた。ね、こうマジでサモリ振られるときなんかこう。なんだろう、このプレイするためにこのキーを押してって一回変換せんといけんよね。ああわかる。なんかもうこの E 打つのだけでも E 押してこっちに角度しつけてみたいな。 指がね、うん、あとな五感か。俺ウルト2回5発した 5射したし今日なんかこうしっくりこんなんな。マジでわかる。甘えてないこれ。ゼロ距離。待って強いかも。シャットダウン。そうだよね。まあ俺結構適当にサムリフやった節あるから最近はちゃんとその上手くなろうと思ってやってるからちゃんと小指とかも、うん、あのちゃんと今日俺薬指で打っとったんやけど、うん、その辺とかもしっかりもう小指固定にして何で何を押すかとかもちゃんと考えるようになって上手くなったな。けどそれって慣れじゃない、まあね、そこの部分をさなんかもうスキップできたらいきなり上手くなりそう。これね無意識でやっちゃうとな適当に何指でも押しちゃうから。これ薬指でキー打ったりなんか慣れないよな。ちゃんとしないと難しいよね、うん、もうバックでしょさすがに。いや、つえナミルシ。でも、サモリグのナミルシのダメージでかってやばいね、マジで。ボコボコにされた。ボコボコにされた、マジで。そんなに出ていいのって言われる。あの、波の電撃が乗るからでしょ、ルシアンで。そう。だから、プレスアタック電撃なんやね、ルシアンって。そいて。で、視界取れすぎ。プレスアタックってどういう能力な ?3 発殴ったら強いってやつ。ああ、あれ一緒もしかして。プラケンセアみたいな。ちょっとだけでもそんな感じや。そうなんや。一回取ったるで。ピンも大丈夫それ。うん、味方が来れてないよ、味方が。あ、オッケー。あ、やべ。やっぱダメかもしんない。あ、でも俺、ロアだから硬いわ。あ、出す。存在感出してきたムンドが。ムンド、おお、エコー。おいおい。2秒前までの自殺志願者がやんそれ。永久幸福論者に。いけ。帰ってくれたそんな君はもういない。おナイス。トリプルキル。シンプル三つ目。いやまだな俺なあれやな。ハモスペとなんだポーション。
まだ押し忘れるな。ポーション押したことないまだ。マジで押し忘れる。ポーションいつも買っとんのに。ダメ止めするとき。D と F でしょう。あれは忘れるね。サモスペ D と F と2と2とか。マジで押し忘れるあれ。何のために俺買ったやろっていつも思っとるもん、あのポーション。最近ね、スキルはね、そう。そのキーボード見ずにできるようになったんだけど、イグナイトがね、キーボードで D の位置を見んと無理。なんか俺 E と R ずれるわ。そう最近ね、僕シャルルさんの初心者配信者カスタムの方に参加させていただいておりますので。てか、あれな、シャルルさんはやっちょさんのこと認知しとったん？そもそも。その、ベイングローリーで、その、出てるとか。けど、ベイングローリーって結構注目されてたやろ？そうなんかな。いや、でもそれは知らん、知らん、知らん、全然。あ、そうなんや。俺知ってるからベングローリーやってた人なんだーっては言ってたね。あー、そんぐらい？ベングローリーは認知してた。あー、そうなんや。ベングローリーというゲームは認知されてた。いいけど、世界大会行った人しか、おーってなるやろ、絶対。そうよね。まあでも、それに恥じぬ。うん。ね。え、買ったん？買ったん？ちなみに。もう買ったよ、今日は。いや、耐えるね。え、耐えるね、シンさん。え、ゴッドシンさんオブザイヤー？いや、オブザイヤーいいっすよ。こ逆側に、ああ、でも君のカバーがすごい手厚い。そろそろオブザデイっていうことを覚えろ。やだ。いや、もうムンドがもうここだと、俺の出番はここだよと言わんばかりのこの感じ。一番おもろいやん。俺の出番だ、俺の出番だってなってた今。0012や。2万7000生ゲー。誰がわしが。一番強いや。お前、ワイリフやらしたらこんなもんや。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。終わんの配信。こんな動画、動画にできるだろ、こんな。お見てな会話し